はい、こんにちは。テレビ改革党豊島区議会議員楠田良治でございます。サイバスター様、オニョヘト、ドテ様、リン様、あたり前田様、ヒカルヒカル様、船見ゆ様、マサユッキー様、スミエ様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。複数回何度も何度もご支援いただいている方も多数いらっしゃいまして、誠に恐縮至極であります。ありがとうございました。昨日はなんか動画撮ってる最中に息切れしちゃったりして、おかしいなって思ってたんですけども、やっぱり案の定熱出しておりました。どうなんだろう、退院疲れっていうのかな、そんなのがあるとすればですけれども、退院して、2日目か、退院疲れ、そんなのあるのかな。今日は熱もなく調子がいいので、大丈夫であります。昨夜はちょっと咳もひどかったんでね。愛知11区古本慎一郎さん56歳、6期を務めたベテラン立憲議員ですね。元は民主党民進党が不出馬を表明、選挙に出ませんと。まあ公示されて19日公示か、かなり経ってますから、前のニュースなんですけれどもね。まあこんな顔してらっしゃる。顔見たことあんな、この人な。全トヨタ労働組合連合会、かっこ全と、お抱えでですね、まあ民進党民主党で6期連続当選というベテラン議員であります。この人が不出馬を表明した、前途の支援、支持が取り付けられなかったんだろうなって思いますけれども、2020年9月にですね、立憲民民が分裂。どちらも参加せず、無所属になったが、会派は立憲に入っていた。で、前トヨタ労連がですね、35万人、脱炭素に抵抗すべく、与党と連携すべきと。これカーボンニュートラル、カーボンニュートラル。あとなんだ、レジ袋有料とか、プラスチックスプーン有料化すっかとか、まあまあ二酸化炭素を出すことに対して、風当たりが強い世の中になっております。で、自動車産業なんかにとっては、逆風ですよね、それね。それなんとかしないといけないから、野党じゃなくて与党と連携しなくてはというですね。まあまあやっとですね、労働組合もですね、給料上げろ、いいから上げろっていう納金から出して、ちょっと経営者目線、会社儲かんないと俺らの給料も上がんないよなというのにやっと気がついたというべきか。共産党と組んで大企業増税を画策する立憲はもはや敵と。35万人に敵呼ばわりされてしまいました、立憲。ネットの反応です。立憲は全投票35万を失った。まあ失っただけじゃなくてですね、これらの応援とか支援、まあ人出してくれて、ポスター貼ってくれたりですね、車出してくれたり、あとなんだ、もろもろかかるお金出してくれたりね、共産党の論理に従ってたら企業は存続できんと。まあそりゃそうですよね。民間企業は許さないっていうのが共産主義ですから、共産主義で、唯一認められる経済活動は国営企業、全部共産党傘下での経済活動しか許されないですからね。共産党は大企業を叩くし、公共事業を叩くし、雇用を減らそうっていう敵だし、まあ企業にとってみたら資本主義の権化、企業にとってみたら共産党なんか敵そのものですよね。労働者は革命なんか望んでない、労働者は自分らの待遇改善ですよね。まあ要するにはっきりぶっちゃけちゃえば、楽な仕事をして高い給料もらいたい、休みもいっぱいもらいたいっていうのが労働者の本音じゃないんでしょうか。別にね、革命起こして何もかもひっくり返そうなんて思ってね。
公安監視対象の反社と組むなんて、むしろ今までなんで支持してたのか驚き、ただでさえいやいや組合に参加してるのに共産党と協力しろなんて言ったらみんな辞めるわ。まあ組合を辞めるっていう意味。民主党の円高放置で家電全滅したしな。安倍政権が賃上げ要求して実現しちゃったから、ロースはその役割を終えた。まあ、安倍政権、安倍総理自らですね、経団連だの、経済同友会だの回ってですね、賃金ちょっと上げてやってよーん、ちょっとよーん、なんか金溜め込んでばっかりねえでよーって、お願いして回って、ベースアップ、ベースアップ、実現しましたから、なんだ、労働組合、いらねえじゃん。っていうことになっちゃってますよね、今ね。愛知12区から出馬したですね、立憲のしげとくって読むんですかね、和彦、しげとくだか、重徳だか、なんて読むかわかんないですけど、まあ、要するに和彦がですね、決起式で挨拶いたしました。自動車産業を守ることは国を守ることだ。古本さんの不出馬はショックだが、自分が自動車産業を背負って立つと、だいぶ孵化しましたね、大ボラね。古本さんに駆けつけて、まあ、自分のアピールしてんな、としか、私は思いませんけれども、党、かっこ立憲の名前をですね、表に出さないこと、まあ、上りも立てないし、ポスターにも立憲って書けない、書かない、無所属、ステルス無所属、みたいな顔して、選挙活動を行うことを条件にですね、前途の支援を取り付けて出馬、した模様であります。前途の立憲嫌いは分かったけど、現役の立憲議員を支援しちゃうんですよ、この和彦をさ。党の名前出さないっていうさ、ちょろいさ、条件だけどさ、結構ちょろいなんて、お前立憲抜けろよって、無所属で出ろよって、だったら支援すからぐらい言ってもいいと思うんですけどね。はっきり言うと、前途の判断は10年遅いであります。菅直人政権がですね、震災を後期としてですね、原発を全部止めちゃって、産業用の電気量を4割上げた時点で、連合離脱してですね、民主党支持をやめるべきだったんだよな。自動車産業、自動車工場なんて、ものすごい電気使うんですから。一説によれば、その車が走って燃やす？一生に、まあ10万キロで廃車かなんて話ですけど、その車が10万キロ走る？ガソリンで発電したぐらいの電気量が費やされるって言うんですよ。1台作るために。鉄板を張り合わしたり、溶接したり、あとは電気炉で溶かした、金属で、エンジンのブロック作ったり、まあ、もろもろ電気かかんですよ。自動車1台作るって言ったらさ、10万キロ走る分ぐらいのガソリン。燃やしたぐらいの電気代はかかると、言われてるんですけど、それがですね、4割も上がっちゃって原発止めたせいで、菅直人がね、しめしめっつって。その時点で、原発止めんなーっつってですね、電気量下げろー何言って、据え置きしろって、やめるべきだったんだよな。あと70円台の超円高も放置助長してですね、自動車産業を痛めつけていた、民主党政権を応援していたっていうのが、そもそもおかしかったんですよ。頭おかしかったんですよ。私はその当時も気がつきまして、抗議凱旋かましてますけど、立憲が共産と組むっていうですね、落雷、電撃で目覚めたみたいですけど、これがなかったら今までもどうなってことやらね。私はこのことに気がついて、なんでおめえら民主党応援してんの？電気量下がった方がいいんでね、儲かって、給料もあるんじゃねえのって20回ばかし、お茶の水のですね、連合本部に抗議凱旋かましました。トヨタの労働組合の本部じゃなかったんですけど、トヨタの労働組合は、未だに連合に参加してますから、まあ同じことですね。原発動かして電気代下げなきゃ、利益出ないのに、なんで民主党応援すんだ、民主党止めてんの、民主党が、原発止めて電気量上げてんだぞっていうこととかですね、なんで労働者の待遇、つまり楽してお金いっぱいもらいたい、休みも欲しい、
っていうのに全然関係ないですね。救助守れだとか、外国人参政権の推進とか、なんで力を注いでんだって、あの連合は、そんなのロドジャの待遇に何の関係があんだっていうようなことを抗議凱旋、20回ばかしかましました。わざわざね、四季島会が教えてあげてたのに、今頃気がつくって本当にバカなんだよね、トヨタ。トヨタだけでなく、他の自動車労組はどうなんでしょうね。気がついて立憲支持やめたのかな。トヨタは率先してやめましたけど、日産とかマツダとかどうなっちゃってんのかな。まだ続けてんのかな、バカ丸だしな。立憲を熱心に応援してるのは、連合内でもですね、共産党勢力ですよ。連合は、旧社会党の、応援してたところが寄り集まったところなんですけれども、そんなでもですね、共産党、やかいなぁ。日本転覆たぐらんでやがんなぁ。こいつら、口には出さねえけど、革命起こしてんだろうなぁ、っていうようなですね、自治労、日教組、マスコミ労組、まあ、テレビとか新聞とかね、携帯などの通信労組、これは NTT とか、固定電話、光ファイバーなんかも含まれます。が、この4つがメインで、連合内でね、立憲熱心に応援してるんですけど、こいつらですね、労働者の待遇改善よりも、思想を優先して、日本経済をまずめちゃくちゃにすることを目指す勢力であります。なんでめちゃくちゃにしなくちゃいけないのかっていう理由はですね、千年王国ウィキで検索してみてください。すべては革命のため、であります。こいつらに引っ張られて、女性産業のような実業でさえですね、立憲使って日本経済破壊に励んでた10年ね。その会やって、どうだ、見ろ、お前ら。全然給料上がんねえだろ、10年経ってもよ。バカめ。っていうのが、20回凱旋かました私の吐き捨てるような今の感情なんですけどね。労働自由化で自由に転職できる世界に労働組合不要じゃね。なんかこの会社給料少ねえな、やめちゃおうつって自由に辞められるのかさ。あなたの組合費はですね、日本経済破壊と幹部のキャバクラ代に浪費されるだけですからね。バカらしいんで、皆様は労働組合に加入しないでください。抜けれるもんなら今すぐ抜けた方がよろしいかと思います。月4000も5000も取られてらんねえわね、自分の給料下げるためにね。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。